シオンアマンドラを破り新タッグ王者となった井上京子と松本ひろよ。敗れたアマンドラは京子と松本だけでなく試合に加入した下田美馬にも怒りの矛先を向け、いよいよラスカチョとの再戦実現に実力行使に打って出た。うちらはこっからあの二人追い込んでいくから絶対やらざるを得ない状況に追い込んでいくから。しかし京子、松本、三田も 4.25 板橋では同じカードに勝利。アマンドラは後楽園ホールの決着戦でハードコアルールを要求した。次後楽園ホール、性格広い会場でやるんだ。場外カウントなし、反則なし、ハードコアマッチでやる勇気あんのか。どうぞどうぞ、何度もありで。さっきの通り私何にも痛くありませんので、どんどんやってください。その代わりそのルールで負けたらお前らどうしようもないな。場外カウントなし、狂気使用自由のハードコアルール。アマンドラは3日前の自主興行でも根本がハードコア、木村がデスマッチで激戦を展開。今回はアマンドラの得意ルールといえるが、リミッターを外した京子、三田、松本の戦いぶりからも目が離せない。アマンドラとネオの構想、ハードコアルールで決着なるか。セミファイナル、ハードコアマッチ30分一本勝負。井上京子、三田悦子、松本ひろよ VS 木村京子、江本敦子、中川智香。
お下がりください。
15分でか。バカ野郎。うらYeah!
受けたんだ。お前アホか。今までのなネオのな試合の流れ見返しとけ。